人英単語練習 No.1 No.1 の単語です。一時停止ボタンを押して、まずはご自身で考えてください。それでは意味を見ていきましょう。Do、一般的に何々する、宿題をする等でよく使いますね。Have、持っている、食べると。Give、与える、あげる。Make、作る。Get、手に入れる。 テイクはたくさんの意味があります。ここでは連れていく時間がかかると書いていますが、写真を撮る、お風呂に入る、えー、バスに乗る等のたくさんの意味があります。go、行く、come、来る、keep、保つ、put、置くとなります。それでは単語の練習をしましょう。Repeat: Do, はい、Do, はい、have、Have, give have give make make get get take take go go come come keep keep put put 次ははあなたから発音してください単語はランダムに並ん,でいますさんはいゴーはいテイクはいプ k e イ p ハ a キープメイクカムギブゲット 次は日本語を見敬語を発音しましょう。3はい Keep,、はい、get ー o give t a ー e do come make put have 2回目です。サはい do はい put, go, give, take, come, make, have, get, keep.3 回目です。3、はい。make, do, get, c o m e go,keep,have,give,take,put.That's all for today. 中学英語を中心に学習動画をアップしています。中学生の方、中学英語から英語を学び直したい皆さんのお役に立てれば嬉しく思います。概要欄に一覧表のリンクがありますのでご活用ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。 See you next time. Bye bye.